質問には答えませんからね。無遅刻無欠席でお家のお手伝いも頑張ります。ミミとミソギとおしくらまんじゅうです。はい。あ、もしかしてまた授業参観に来るんですか。ミソギのいたずらが1日1回に減りますように。もちろんです。細かくしてハンバーグに混ぜれば。レイさんみたいに綺麗な大人の女性になりたいな。ぴょんぴょん飛び跳ねる耳を数えてると眠気が。私が私でいられる場所か、かっこつけてません。あ、ありがとうガサ。って、なんで撫でるんですか。これからもあなたから目を離しませんからね。覚悟してください、変態不審者さん。ミソギがケーキをもらったときはまずどの飾りから食べようかなって思ってたくらいなのに。でもお返しとかあるでしょ。ちゃんとみんなに同じくらい立派なお礼を用意しないと。大丈夫だよ京香ちゃん。ミミたちもお兄ちゃんも京香ちゃんが喜んでくれたらそれだけで嬉しいよ。うん、わかった。また誰かのお誕生日が来たらこうやってお祝いしようね。それが一番のお返しになると思うから。これで完成じゃない。指示書を見てから書いたのにあちこち間違えてる。正しい形に直さなきゃ。あれって指示書だったんだ。暇つぶしに落書きしちゃったけど正直に話した方がいい？今すぐ説明しなきゃダメだよ。京香ちゃん待って。それで合ってるから大丈夫だよ。私の誕生日だから。ありがとうございます。でも、もしかしてお菓子で私を釣ろうとしていませんか。あなたは怪しい変態不審者さんですからね。なんて冗談です。この可愛いケーキを見れば祝おうとしてくれてるあなたの気持ちちゃんとわかります。え、あーん、いえそこまでは結構です。なんで近づいてくるんですか。自分で食べられますってば。変態不審者。遅いですよ。もうそっちから呼び出したのに待たせるなんて本当に仕方がない人なんですから。そ
それで今日は何をして遊ぶんですか？縄跳びとかあやとりとかいろいろ持ってきてますから。え、違う？一緒に遊ぶために呼んだんじゃないんですか？私の誕生日だから、その気持ちはありがたいですけど、とりあえず下ろして、下ろしてください。変態、変態不審者さん決定です。私これでまた一つ大人に近づきましたよ。すぐにあなたに追いついて、今度は私があなたのお誕生日をお祝いしてあげますからね。楽しみに待っててください。楽しみに待っててください。